はい、こんばんは。レポーターの北野さん。はい、こちらレポーターの北野でございます。またね、やってまいりました。そのうちに。というわけで。ちょっと思ったんだけど、本が全部古いよね。絶対サバ読んでるよね。読んでないんです。これが読んでないの。やりますよ、パスポート。いいよ。これも多分古いんですよね。いいから古い、全部古い。じゃあちょっと声かけていきましょうか、まずね。はい、プランガーの超ナチュラルにやります。ああ、今まで不自然だったからね。そう、うん、じゃあ行きましょうか。はい、あ、もちろん。あ、すいません。はい、ちょっと、はい、モニターを募集してるんですけど、はい、お手伝いいただけたりしませんか？モニター。そう、はいはい、なんです？ちょっとメディア露出があるんですけど、はい、お試しみたいなお試しことがあって、はい、ノルマがあるんです、はいはいはい、で助けてほしいなって思って。何ですそれ？ノルマ。ちょっと私と時間をね、はい、過ごしてくれたらそれだけでいいんですけど、ダメですか？結構困ってるんですけど。はい、あんま時間かかんないんです？あんま時間かかんないと思うんですけど、はい、いいですか？ああ、少しなら。あ、本当ですか？、はい、ありがとうございます。あっちの方になるんで、はい、最初に行きましょう。まあ、そういうことで、はい、これ見てどうですか？はい、派手ですよね。はい、あので、はい、何のモニターかっていうと、はいはい、これなんですけど、はい、見ました。はい、はい、10分間10分ですね。はい、耐えられたら、はい、生中出しセックスができるよっていう、はい、そういうのをね、はい、撮って、はい、世のね、男性がどういう反応をするのかなっていう、はいはいはい、そういうやつです、はい、ちょっと精子を集めるお仕事を、はい、今されてて、搾取ぜひね、はい、お兄さんのも搾取したい。我慢した方がいいですね。我慢できたらおまんこ搾取になります。あ、なるほど、はい、そうですね。どっちが搾取できるか対決ということで、わかりました、わかりました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。割とすぐに始まっちゃうんですけど、はい、聞いてもいいですか？いいですよ。何の話ですか？質問ですか？はい、どうしたら、あ、待ってください。1分ね、1分間、はい、1分短い。早いよ。はい、どうしたら、はい、お兄さんの、はい、精子、精子って言っちゃっていいんですか？はいはい、いいですよ。ちょっといいんですけどね。はい、搾取できるんですかっていう。はいはい。あ、まあ、やっぱり強くしごいてもらったら、やっぱり。はい、ああ、わ、はい、かりました。はい、もう私、分かってきましたよ。うん、なるほど。はいはいはい。好きな女性のタイプは？わあ、ですね。お姉さんみたいな。はい。なんか、はい、女性の、はい、好きなパーツとかありますか？おっぱいか教えて。自分はですね、まあなんか恥ずかしいんですけど、うん、脇とかですね。脇？はい。上品ですね。趣味が、ね、脇とかですね。はい。おしゃれですね。はい、じゃあ脇も見せたりしたいのかな？あ、まさかテイスティングの方。テイスティング。テイスティング。はい。テイスティング。おしゃれ。おしゃれですね。わかりました、はい、お名前なんか聞かないんですか？あ、聞いちゃおうかな、うん、お名前は。お名前ですか？お名前、いや、言いづらいですか？はい、じゃあ住所でもいいですよ。住所は、南の方です。南の方、はいはい、南さん。あ、来たー、言うと思った。やばい、ちょっと、じゃあと、南野さんですね。南野さん、はい。ここで南北対決があるわけです。そうですね。どっちが勝つでしょうか。じゃあ南野さん、はい、早速やっていきたいんですけども、はいはい、
マスクどうしますか。あ、マスク、はい、チューできますけどしたいですか。マスク、あ、そうですね、うん、なテイスティングしたいじゃないですか。テイスティング、はい、どうぞどうぞ。じゃあちょっと私の方から、はい、はい、ちゃいました、はい、これ私がしようかな。マスクの意味がなくなっちゃうよね。じゃあこれを、じゃあバッグも預かりますんで、スタッフの方にお願いします。すいません、お願いします、はい、お願いします。どうします。じゃあ上品なスカジャンもいいですか、はい、いいですか、はい、すみません、はい、何歳何歳。うわ、ですね、もう結構あれですよ。言わない、言わないかい。男性に聞くのは失礼ですよ。じゃあ、じゃあそういうことだったら聞いてもらおうかな。うんうん、男性に聞くのがね必要。うん、うん、あの、聞かないのに失礼な、あの、私にじゃあ、うん、代わりに聞いてもらって。はい、おいくつなんですか。何歳に見えますか。まあ20、やっぱり20。半ばぐらいですかね。正解です。あ、やった。というわけで、はい、21歳、はい、北野美奈。 あ、すいません。すいません。まあ、まあ、ちょっと怒ってらっしゃるんで、こっちに、ね、南野さん、あ、すいません、あ、すいません、はい、南野さん、近くはこのままでどうしますか。うんうん、しただけ脱いでもらおうかな。あ、ちょっと待ってください、はい、お願いされないと脱げないんじゃないかな。あ、私が、うん、お願い、うん、あれ、犬の真似うまかったですよね。ね、犬の真似うまい人ですよね、うん、ちょっと、はい、犬語で喋りますんでお願いを。あ、犬語で、うん、はい、聞いてください、みなみなさん、はい、下のズボン脱いで、私こういうキャラじゃないです。大丈夫かな今後の私の、うんうんうん、あの、可愛かったです。私デビューしてまだ7ヶ月目なんですけど、うんうん、私のマーケティングとして、うん、にゃんとワンはなかったです。うん、じゃあちょっといいですか、はい、可愛かったんでいいです。可愛くなかったら脱がなくていいです。あ、じゃあ脱いでいいですか、うん、あ、いいです。すいませんね、南野さん、はい、ごめんなさいね、南野さん。申し訳ない。ごめんなさい。あららら、パンティーが派手ですね。すごい。レーハーな。私が言おうと。いいですよ、皮むいてもいいですよ。あ、いいですか。あ、いいですか。見たい見たい。じゃあ、すいません。じゃあ、皮かぶった状態でいいですよ、皮かぶった。脱ぎます。じゃあ、脱いで、履いてていいですよ、履いてていいですよ。じゃあ、履いてていいです。なんでよ、脱いでもいいじゃん、もうさ。じゃあ、手は横ですよ、南野さん。パンティーまで南柄ですね。ああ南国仕様。あ、すいません、うまいですね。ああ、ありがとうございます。はい、私そういうの大好き。あ、ありがとうございます。はい、そういうわけだ。おじさん役ですけどね、単なる。行ってみよう。はい、行こう。じゃあ行きましょう。位置について。お、行く、自分で行く。あ、いいよ、いいよ、位置について。よーい。ああ、始めたんですよ、この。あ、はい、見てもらって、舐めたいんですか。ですね。あ、いい匂いかもしれない。かけないでいいよ。その前、早く出てください。ヤシの木出してください。大丈夫か、この空気で。いけるのか。大丈夫。じゃあ、手横ですよ。